どうもこんにちは。オクテットエンザーションチャンネルのムです。今日のテーマはですね、春夏のラテ講座という感じでやっていきます。オクテットチャンネル。まあ、ラテコーデってね、何ぞやって話なんですけど、もう名前の通りでね、ブラウン、ベージュ、白みたいな。まあ、その辺がこう、うまーくこう混ざったような、いわゆるこう、カフェラテみたいな、そんなようなこのスタイルっていうか、まあ、色を取り入れたスタイルを、ラテコーデと言います。はい。まあ、ポイント的に言うと、まあ、3つあるかなと思ってまして、上品、優しい、なんかおしゃれに見えやすいっていうね。この3つが、ポイントじゃないかなと。っていうか、まあ、魅力じゃないかなと思います。全部こう清潔感あって優しい色で、しかもそれで全部まとめると、淡い色の合わせって、やっぱりこううまくやると非常にこうおしゃれに見えやすいっていうのがあると思うんですね。今日は、そんなこうラテコーデはこんな感じだよっていうところのスタイルをちょっと見せようかなと思います。ポイントとなる色ですね。4つぐらいかなと思ってまして、白、ベージュ、ブラウン。で、まあ大体この3つぐらいと、個人的にはちょっと明るいグレーとか、今日はまあその4つがうまく含まれたようなこうスタイルっていうのを組んできたので、早速ご紹介します。ということで、まずは1着目はもう僕の今のスタイルです。はい。こんな感じなんですね。はい。ラテコーデで。まずジャケットのスタイルをお見せしてます。淡い感じで、まあなんか優しい雰囲気がこう全体的に漂うスタイルですね。ジャケットとして持ってきたのはチルコロですね。このベージュと、グレーが混ざったようなこの色味。まあ、これがもう ラテっぽいですよね。うん。インナーは、ザノーレのアイスコットン着てるんですけど、白じゃないんですよ。アイスグレー。白に近いグレーと言いますかね。かなりこう明るいグレーですよね。これを入れてます。パンツは白ベースなんですが、ストライプの入ったようなパンツ。で、足元だけちょっと今日は締めて、ダークブラウン、スウェードのシューズですね。ポイントは、僕の中では、このパンツと、それからまあ、このインナーかなと思ってて、まあ、全体的にこう、やっぱ柔らかい色使うんですけど、なんか雰囲気的に優しい感じなんですけど、微妙に色を変えたりとか、ところどころちょっと柄を使って動きを作る、みたいなことをうまくね、入れてあげると、その中でもちょっとメリハリが効くので、こう作れるかなと思います。まあこのパンツとかはね、逆になんかそういう合わせしてあげるとあんまビビッとせずにいけると思うんで、結構こういうなんか同色系で合わせるっていうのは、まあちょっと高度なんですけど、一つね、いいんじゃないかなと思います。次はね、こんな感じでもうちょっとこう夏に寄った、もっと涼しげなスタイルっていうのをちょっとやってみました。ポイントはね、今回は茶色かなっていうところですね。印象が強いのはパンツですよね。さっきと同じ種類のブリリアのパンツの、まあ、色違いで、これはもうブラウンにもっと濃いブラウンのストライプっていう感じのパンツです。で、このパンツに対して上に白のリネンシャツ。これリプレイですね。まあ、ちょっとこうポケットがあって、カジュアルな感じのスタイルですね。で、シューズはまあグルカですね。ペレットっていうモデルの新色ダークブラウンを、今回ね、入荷したんで、ちょっとそれを合わせました。これはある意味ではやりやすいと思います。はい。茶と白しかね、使ってないです。こういう時ってちょっとアクセサリーとか、時計もそうですけど、困ったらシルバー系とか、まあ、これだったらゴールドとかでもいいと思うんですけど、なんかそういう色合わせまでね、合わせていくと、よりこう完成度はね、高まるんじゃないかなと思います。茶がね、そんなに重くならないポイントはやっぱこの白ですよね、この場合は。はい。まあ素材ももちろんあるんですけれども、やっぱりこういう感じの合わせだと結構清涼感もあるし、なんとなくこうおしゃれだなって見えやすい合わせというか、そういう色の使い方なので、あれ？なんかおしゃれだなっていう感じが出ればいいかなと思います。次はちょっとブルゾンを使ったスタイルでございますね。これはまあ結構上品な感じかなと思います。まずパンツね、レッドカードの白デニムを履いてます。はい。そしてインナー、ちらっと見えてるんですけど、ここ結構ポイントですね。ピナモレのリネンシャツ、ライトベージュのリネンシャツを合わせて、上からね、この M65 型のブルゾン、ムレのポルトを着てます。まあ、ちょっとカーキっぽい要素もあるんですけど、ブレージュと捉えて、こんな感じで合わせました。足元は、プレデビーノのタッセルローファー、まあ、ブラウンを合わせています。これがなんか一番、なんかこう、ラテコーデの、まあ、代表的なアイテムを使ってるからっていう感じですね。白パンは、やっぱりこのラテコーデするときには、
ちょっと外せないですよね。あと、あの、茶系の革靴。あとは、トップスは、ベージュ、グレージュのジャケットか、あと、こういったシャツとか、この辺の色のブルゾンみたいな。まあ、このぐらいがあると、すっごいやりやすいと思うので、まあ、そのぐらいでうまく、ね、組んであげるといいかなと思います。まあ、暑かったらこれ脱いでも全然ラテなんで、それもいいかなと思います。最後は、ちょっとスポーティーなね、味付けのラテコーデっていうのをお見せして終わると思います。最後は、こんな感じで、まあ、ラテコーデですけど、もう白コーデみたいな感じにね、ちょっとなってるかなと思いますが、スポーティーなスタイル。ちょっと上品ですね、これはね。ちょっとじゃないですね。むちゃくちゃ上品ですね。まあ、全体的に白っぽいんですけど、ちょっとこの素材と色が違うところ、結構ポイントかなと思ってまして、これ履いてるのがヘルノの、アイスグレーのカーゴパンツなんですね。でも、ほぼ白のカウントにしてるんですけど、でもこのちょっとのビサ。はい。これが結構大事かなと思います。白いブルゾンも、これも同じくヘルノのハイブリッドのタイプなんですけど、まあ、より生きてくるかなという感じですね。テーマがラテなので、ベージュのカットソー、まあヘルノですね、これも、を、合わせました。足元は、はい、ペリーコサニーで、ここはもう見ての通り、ベージュ合わせ。なんなら白も入ってるんで、そっちも広げてる。まあ、あと時計とかもちょっと雰囲気合ってるかな、みたいな感じで、色を合わせました。多分今日一優しい感じだと思います。はい。スポーティーなアイテムで、こういう淡い色使うと、なんかリッチさ増すんじゃないかなと思ってますね。まあ、こう、スポーツ感がよりちょっとこう、柔らいで、上品さが増すっていう感じがするので、まあ、本当におしゃれに見えるというかね、慣れて見えるんじゃないかなと思います。今日はまあこんな感じでラテコーデっていうね、テーマでちょっとこうスタイルをまあ4つほどね、お見せいたしました。はい。まあポイントは最初にもお話した通りで、やっぱりまず色ですね。白とベージュとブラウンと、個人的には明るいグレー。はい。このグレーもうまく、ね、使ってあげると、すごくこう、組みやすくなるんじゃないかなと思います。あとはね、ちょっとこうのべっとしないような雰囲気で、うまく柄とかを組み合わせてメリハリつけるっていうのは一つね、大事にしておいてほしいかなと思います。そうするとね、なんかおしゃれだなと。なんかかっこいいなみたいな。このなんかをね、こうちょっと追求していけばいいかなと思います。ぜひね、ちょっと今日の動画でいいなと思った方はやってみてほしいなと思います。ということで僕たちのチャンネルはこんな感じで毎日8時に動画を更新しています。ぜひね、チャンネル登録、それから高評価をお願いします。はい、あとね、コメントも待ってます。お願いします。というわけで、ムンでした。バイバイ。